せながらですが、リーフレック、これをつけるとたちまち音が良くなるという優れもの、小物ですね。まあこれがね、出てすぐぐらいに、まあ僕購入したんですけど、ずっとお蔵入りにしてました、なかなかこれ試す機会がないというか、忘れてたんですね。でその間にいろんな人がね、YouTube にアップしてますけど、ここに来てようやく YouTube にアップしようかなと。はっきり言って、噂通りいいと思います。明らかに水槽感は違う。だから聞いてくれる人がどう判断してくれるかなっていうところはあると思うんですよ。音が違うって感じてくれるかどうか。ただ、バイオリンのストラビバリウスもね、あれは、聞いてる人はあんまり差は分かんないって言いますからね。でもそう、演奏者にとっては明らかに違うと。だから演奏者が気持ちよく演奏できるっていうのは、やっぱり重要なことなんで、演奏者だけでもね、違いが分かるっていうのは、やっぱりいいんですよ。結論としてはいいと。ということでね、これは本当におすすめ、僕もおすすめできますね、これ。ちなみにこれはレッドブラスですね。だから僕の柳沢のこのサックスですね。サックスと同じ材質です。だからということは、一番相性もいいというふうに考えられます。で吹奏楽器全般に言えるんですけど、このね、このリーフレックいろんな種類出てるんですけど、このレッドブラスがね、なんか一番評判がいいですね。シルバーとかゴールドとか、結構いい値段しますけど、これはね1万円しないんですよ。シルバーゴールドはもう2万円とかするからね。それに対してこれは9000いくらですよ、税抜きですけど。なのでね、この買うならこのレッドブラスかな。やっぱり噂通りレッドブラスいいと思います。